陳ともう人は、中華民国の政治家、ジャーナリスト。中国国民党の要人で、党内左派と目される。国民政府で外交部長を務め、革命外交を展開したことでも知られる。祖先は、関東省公衆府、香山県。英語名は、友人 CHEN。イギリスで教育を受け、後に弁護士資格を取得して、イギリス本土や、 西インド諸島で弁護士業務を展開した。1912年に帰国し、北京政府交通部法律顧問となる。翌年、北京で中英両文版の警報を刊行した。1917年、日本の中国侵略の態度を批判する論文を発表したため、国務総理団、気遂の意味ところとなる。警報は、発禁、閉鎖され、陳自身も逮捕。 拘禁されてしまった。釈放後、陣ともう人は、孫文らの後方軍政府に参加する。1919年、後方軍政府代表団の一員として、パリ講和会議に参加した。翌年、後方軍政府有無監督となり、さらに国際連盟代表団代表にもなった。1923年3月、大本営秘書となり、9月、 大本営航空局局長に起用されている。後には、孫文の英文秘書となり、1925年1月、中国国民党中央政治委員会委員に選出された。1926年1月、国民党第2期中央執行委員に選出され、5月、広州国民政府外交部部長代理に任命された。翌年1月、 観光イギリス疎開臨時管理委員会委員長を兼任し、2月に武漢国民政府で外交委員会主席に任せられた。4月、対日外交委員会委員長も兼任した。この間、陳ンと人は観光や急行のイギリス疎開回収に成功し、革命外交の体現者として評された。同年7月15日、武漢国民政府が第一次国境合作の破棄を 宣言すると、陳とも人はこれに反対したが、結局国際連盟の会議に出席するとして、外遊に向かい、後に、モスクワに赴いている。1931年1月に帰国し、反省解析派の西南派が組織した、公衆国民政府に参加し、外交部長に任ぜられた。同年末、満州事変勃発に伴う、両派大同団結となり、 陳は合流後の南京国民政府でも外交部長となる。しかし、翌年1月、対日断交の進言が受け入れられなかったため、早くも辞任した。1933年11月、リワタルフカシラ、繁省解析派による復権事変が勃発し、中華共和国が建国されると、陳ともう人もこれに参加し、外交委員会主席に任ぜられた。これにより翌月に、 国民党を除名されている。翌1934年1月、中華共和国は小海石派軍隊の侵攻によりあっけなく崩壊し、陳は香港に逃れた。1941年、香港が日本に占領されると、陳ンとも人は、王朝明政権参加を日本や王朝明政権から求められたが、あくまで拒否している。後に、上海に移った。 1944年5月20日、上海にて死去。去年66。ありがとうございます。